新年明けましておめでとうございます。秋吉です。ザ・数えチーム TV 2021年も張り切ってやっていきますんでよろしくお願いいたします。早速今日はゲストにたっちゃんです。どうも、2020年もお世話になりました。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。たっちゃん、あのですね、今日何も伝えず呼んでますが、何も伝えられてないですよ。はい、今日は何も伝えずに呼んでおりますが、本日の動画一発目、新年一発目は、ここ今撮影は加須市にあります人気レストランバザルキッチンさん。そこがね、あの当選者を求むっていうメニューを。おお、俺チャレンジャーですか。そうです、私もチャレンジします。はい、あの去年 の、 あのラーメン選挙さんとのコラボ、あれ大盛りだったんですけど、はい、今回バザルキッチンさんがやる挑戦者求むメニュー、激辛です。辛いやつ。はい、激辛。それはもう激辛香り豚トマトソースパスタ。パスタは好きでしょ。パスタはもう大好きですね。カゾ人といえば、はい、香り豚好きでしょ。香り豚好きですね。もう2個好きじゃないですか。2個好きです、ね、辛いのどうですか。辛いのはそんな得意じゃないですか。大丈夫。大丈夫です、ね、俺も苦手。俺も苦手なんです。大丈夫です、大丈夫です、はい、でも、まあ、一人前ってことでね、まあ、メニューにあるぐらいだからね、死にゃしない、死にゃしない。頑張って食べてみたいと思います。そしてなんと成功したら、うん、バニラアイスプレゼント。そっちがいいです。辛いの辛いの。そうでございます。じゃあ早速パサルキッチンさんの激辛香り豚トマトソースパスタチャレンジしてみたいと思います。さあさあさあ、新年一発目の動画は加須市にありますパサルキッチンさんのチャレンジメニュー、激辛香り豚トマトソースパスタでございます。成功者にはなんとバニラアイスがプレゼントされるんだとか。さあ早速作ってもらいましょう。まずはパスタを茹でるところから。続いてこちらが激辛ソースですか。見た目からして辛そうですね。先ほどのパスタと激辛ソースがマッチングしました。うわー、もう見た目からして辛そうですね。はい、来ました、たっちゃん。激辛香り豚トマトソースパスタ。はい、これが挑戦者求むメニューだそうです。行っちゃいましょう。じゃあ早速激辛メニューいただきます。いやー、これいける気がするな。チーズの匂いしかしないんですよ。チーズの匂いしかしない。しないですそれ。辛そうな匂いがしないんですよ。どっちからいく、どっちからいく。あ、じゃあ俺行きます。いいの、いいの、俺から行こうか。大丈夫。こういうのはタッチワークが必要だから。大丈夫、見た目めっちゃうまそうですけどね。いただきます。ん？大丈夫？お、え、いける？無言だよ。無言だよ。大丈夫？いや、なんか結構ピリピリきますけど、うん、多分これいけますよ。おお、マジで。ちょ、バニラアイス欲しくない。あー、来る来る来る、後から来る。いや、でも、多分飽きたな。すげー今、ビリビリしてますけど食えなくないですね、多分完食できますよ。マジで。これ、ちなみに成功率 50% です。どっちか成功、どっちかがそうだね。ここで俺らが確率上げとこ。じゃあ、しまで俺も行っていいですか。いいし。じゃあ、いただきます。これめっちゃ辛。ちょっと待って、これめっちゃ辛。え、そうでしょ。え、マジ。あ、お前多分ポイントだよこれ。これお前あのチーズの国行ったんだよ。チーズの国。俺唐辛子の国行ったんだよこれ。あ、そういうことっすか。俺唐辛子の国だよこれ。すいません、牛乳まだですか。牛乳ください。え、唐辛子の国。すいません、もう牛乳来たかった。ありがとうございます。これで攻略だから。これ胃に膜を張るといい。あ、うま、牛乳。あ、もうこれ辛さリセットしました今。はい、行くぞ。うまい、ね、うまい、うまい、俺も今行くと思った。うまいんだよ、香り豚がうまい。うまいんだよ。めっちゃうまい。あ、めっちゃ辛い。でも本当に辛いこれ。でも実際チーズと香り豚が助けてくれてるよね。口痛いけどいける。熱い。熱いけど食えるんですよ。あの、ほくん食べる。ほくん、ほくん、ほらほくん、ほらスペシャルゲスト。さあ、ロックバー、モンキーズバーからおっくんです。どう。
玉飛び出てるから。やばいよ、ちょっと僕、目ん玉飛び出てるから。どうどう感想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 、いやいやいや、やめといた方がいいっすよ。感想感想感想、うまい、うまいけど辛くね。サワディカップ、サワディカップじゃないよ、うわ超辛い。これめっちゃ辛い。でもサチちょっと待って、もみあげめっちゃ汗かいてる。本当だ、もみあげからめっちゃ汗吹き出してる。全然気づかなかった。全然気づかない。どうした、熱い熱い熱い、脱ぐ、一肌脱ぐ、熱い、脱いどこ、熱い。あー辛い、これマジちょっとタチヤ、これめっちゃカレーわ。牛乳もう一杯欲しい。タチヤちょっと脱いどけ脱いどけ、タチヤ脱いどけ、タチヤ脱いどけよ、タチヤ、タチヤ脱いどけって。もう半袖で行きます、半袖で。なんすかこれ、脱いどけ。違う、コーンフレーク、コーンフレーク、あ、コーンフレーク、コーンフレーク。これもね、胃が痛い、本当に早くも胃が痛い、本当にね、本当にマジ明日便所から出なくて。あー、本当に辛いこれ。涙出てきた。本当に動画的にとかじゃなくてめっちゃ辛い。これ本当やばい。これ外で食べた。マジでやばい。これ牛乳マストだね。牛乳ピッチャーで欲しいですよ。ここよし。もうちょっとでバニラアイスだ俺。いやじゃあ早い早い早い。あでも香り豚うまい。これ香り豚とズッキーニがないときつい。あとチーズ、鼻水も出てきた。あ、わかる、鼻水出るよね、鼻水出てきた。鼻からなんか出てきてると思ったら水か、これどうじゃ、なんか唇痛いっすね。涙も出てくるし、やばい。サチはもう頭皮から吹き出してる汗が。そこはめっちゃ顔よくなってる。あっ、あ気をつけて一生むせちゃうから、うん、完食。ありがとうございます。あーからタッチャ、白いの来たよ。いや、じゃあ俺も欲しい。タッチャ、白いの来たよ。俺も欲しいけど、ごめん、待ってるべきだけど、もう舌がね、許してくんない。辛すぎる、これ。あ、なんか今変なの食った。変なの食った。今すっげえ辛かった今。ちょっとカメラさん、近くからこの吹き出してる汗を取ってあげて。映ってる顔じゃないんですよ、マジで。マジでやばいっすよ、ほんと。いいよいいよ、汗、タッチャいい汗かいてるよ。代謝上がるわ、これ、マジで。もう僕がバニラアイス持ってきたよ。バニラアイス、もうそれバニラアイスないよ。白米だよそれ。これ白飯っす、白飯。確かに合うけど、これ絶対合うけど。ボーイ飯ね。熱い、マジで、うん、やばい。ラストラン、ラストラン、ラストイート。カメラ回ってなかったら絶対食えないし、うん、それは分かる。よし、成功率 100% に向けてタッチャーがラストスタート。いくぞいくぞ。あの負けないでもう少しみたいな曲が聞こえる。いくぞタッチャー。辛っ、マジで辛い。じゃあいくぞ、しゃあ。熱っ、マジで。あ、来たよほら。それベロがやべえ。アマチじゃねえ、アマチじゃねえ、アマチじゃねえ。コメントはあいつの見分けがつかないから。今のコメント、そっちバニラ。あー、うまいうまいね、わかるこれ。これが一番うまい。風呂上がりのアイスよりうまいよね、今ね。これが一番うまい。大丈夫、俺らしかわかんないから、このうまさはね。いや、もう、俺も、まあ、超辛いけど、うん、うまい。どうでした、だから。うまい、どううまい、どううまい。口痛い、うまい。全然うまいコメントになってない。でも香りが入ってるし、普通に辛いの得意な人からしたら多分普通の美味しいパスタだと思います。ということで、パサルキッチンさんのチャレンジメニュー、激辛香り豚トマトソースパスタ、我々完食しました。ありがとうございます。ぜひ皆さんも埼玉県加須市パサルキッチンチャレンジしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。 Thank you! Thank you!香り豚のパサルのヤバいパスタ、いただきます。おお、結構いきますね。辛っ辛っ辛いよ。分かった、舐めてました。よし、ハイボール出して、出して。うっ、母さんはやめてしまう。やべやべ、鼻にパスが来た、鼻にパスが来た。無理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 。ハイボールでーす。あ、いかね、今こういう形してます。出てきて変なもん出てきた、頭から。タツヤ、頭皮から出てくるな。涙。涙。怖い。逆効果です。番外編、番外編じゃないこれ。なんでそれ切るんですか。なんでそれ切るんですか。一寸先ハプニング。めっちゃ立つ。そこがきついです。最後のそれが。それ結構きついですよ。あの肝臓破りの坂だよね。超あっち。ちょっと待って。なんで脱ぐんですか。あっち、ちょっと待って、あと少し。あっち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 。もう無理、無理。もうちょい、もうちょい。あともう少し。見て、この、この。見てください、見てください、この汗、見て、汗でーす。このね、はい、完食でーす。おめでとうございます。投げ込む顔がやめないか。明けましておめでとう。